皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。1日に発生した能登半島地震の影響で見送られた正月特番の放送日が続々と発表され、内容を一部変更するなどテレビ各局は対応に追われた。フジテレビで元旦午後5時からの放送が中止となっていたドリフに大挑戦。ドリフ結成60周年爆笑大新年会 SP は11日午後7時からに決まった。7日に同局が発表したフジテレビは3時間スペシャルとしてお送りしますとし、なお一部コントについては昨今の状況を鑑み、今回は放送を見合わせ、日を改めて次回以降お届けする予定ですと内容を一部変更することを伝えた。TBS 系で1日午後5時から予定していたバナナサンド元日 SP は9日午後7時からに決定。6日に番組公式 X、旧 Twitter で発表され、元日に放送を予定しておりましたバナナサンド元日スペシャルは新春3時間スペシャルとして1月9日火曜日夜7時から10時放送することが決定いたしましたと報告。放送日時等を修正した告知映像も準備が整いましたのでこの後投稿します。そちらもぜひご覧くださいと呼びかけ、告知映像を制作し直したという ABC テレビ朝日系で1日午後5時から放送予定だった芸能人格付けチェック2024お正月スペシャルは7日午後6時から放送することを4日に ABC テレビが発表。個人71連勝中の歌手、GACKTの記録にも注目が集まっている。日本テレビ系で1日午後6時からの放送が中止になった、上田と女が吠える夜笑う女には福来たる。新春3時間 SP はまだ調整中で、2日に投稿された番組公式 X では、放送日を変更しお届けさせていただく予定です、としている。なおテレビ東京系の元旦特番、出川哲朗の充電させてもらえませんか。新春4時間スペシャルは1日、各局が津波情報を放送する中真っ先にバラエティを再開。予定より40分遅れとなる午後6時40分から放送された。1日午後9時から予定通り放送されたテレビ朝日系ドラマ、相棒22元日スペシャルサイレントタプは、最終版で予診速報が入り中断したまま放送が終了。動画配信サービス、TVer などで見逃し配信をしているが、テレビ朝日は再度放送することを検討中と発表している。どこで思いますか？コメントセクションをチェックして、次のビデオを見てください。